カジ君、あやち、おめでとうございます。お二人の間に新たな命が芽生えたということで、もう私自分自身のことかのように嬉しく思いますし、幸せな日だなと、おめでたい日だなと思っているわけで、あります。今回カジ君、そしてあやちの方から、コメントがございましたけれども、今回は、あやちのコメントを、代読させていただければなと思います。皆様へ、この度、新たな命を授かることができました。今は安定期を迎え、お腹の中にいる小さな命がすくすくと育っていることに、夫婦ともに幸せを感じながら過ごしています。当初は、無事に出産してからご報告したかったのですが、お仕事の都合もあり、今後のスケジュールに影響が出てしまうため、この機会でのご報告とさせていただくことになりました。体調も安定しており、おかげさまで毎日元気に過ごしています。今後も体調に気をつけながら、大好きなお仕事をできる限り続けていきたいと思います。いつもお世話になっている関係者の皆様、いつも応援してくださる皆様、どうか温かく見守っていただけたら幸いです。これからもどうぞよろしくお願いいたします。2022年6月30日、竹達彩奈梶裕貴。ということで、こういうコメントが発表されて、ほんまに嬉しかったんですよ。おめでとうと。3年前ぐらいですかね。なんか、カジ君と竹達ちゃんが結婚したのって、そんぐらい前だったかな。コロナ前ぐらいだったと思うんですけど、ご結婚っていう発表がされてね、いや、ようやくお子さんができたかと。ほんとめでたくて。で、私、先週、カジ君に会ったんですよ。会ったというか、先週の土曜日に、からかい上手の高木さんの舞台挨拶があったんですよ。大ヒット御礼舞台挨拶みたいな、あって、私、イベントにね、参加させていただいたんですけども、絶対お父さんになるやん思ったんですよ。舞台挨拶ってね、カジ君と、高橋理恵さんと、大原ゆい子さんがこう登壇されていて、トークショーみたいな感じ、40分ぐらい、これ結構長いんですよ。舞台挨拶で40分って長い方なんですけど、やってて、で、カジ君の話聞いてたら、もう絶対お父さんになるわ、みたいな、思ったんですよね。そう思ってたら、こう、ね、お子さんが、こう、お腹にね、宿してるというか、命を新しく宿したということで、めでたいわと、ほんまに心の底から思いましたし、もう温かく見守っていきたいと、ファンとしてね、思っているわけなんですが、悲しいことにね、こう温かく見守れない人もいらっしゃるわけですよ、世の中にはね。竹田ちゃんのこのコメントのツイートにはね、今もう、この撮影してる段階で4500とかめちゃくちゃリプついてますし、いいねも28万超えてたりとかね、サマーソニア2回出れるやんみたいなぐらいいいねついてるんですけど、その中にね、やっぱ頭おかしいオタクっているんですよね。ちょっとだけ紹介しますね。全部めちゃくちゃリプしてんのよ、一人でね。めちゃくちゃリプしてるやついるんで、ちょっとだけ紹介しますけど、気分悪くなるかもしれないんで、あやちのファンの方はブラウザバックしてください。悪いけど、軽蔑するよ。君がそんなにひどい嘘つきだとは思わなかった。見損なったよ。いや、嘘つき?何の嘘ついとった?あやち、ずっと私ツイッターフォローしてるけど、嘘ついてるとこ見たことないんやけど、いつ嘘ついた?でね、ゆうきあおいさんね、あおちゃんが、こう、リプしてたのよ。めっちゃおめでとうと。素敵素敵素敵、元気な赤ちゃんとあやなに会える日を楽しみにしてる。ね、こう、竹田ちゃんとあやちとね、あおいちゃんのこの二人のコンビ、ええよね、と思ってたら、そこにね、ゆうきあおいさんのツイートとかリプに対して、無理してるだろ。裏切られたって気持ちは皆無ではあるまい。家族だと思っていた人物が、寝返ったようなものだからな。寝返った?何を言ってんのと。どうしたと。謎ですよ、この。ね。さらにね、結局、丸め込まれたのか。抵抗の意志をやめて、泣き寝入りか。よく平気だな。確かに、
裁判、被害を受けた女性側に負担が大きいのはわかるが、だからといって抵抗の意思を捨てて諦めて泣き寝入りするなんてただの臆病者だとしか言いようがないみたいな、なんかこんなこと言ってて、ようわからんこと言ってるんですよ。なんかようわからんオタクが、緑のアイコンのオタクが、何これ、いやいや祝わんかいとね、祝わんかいと、新たな命が芽生えたんやから祝わんかいって、何裁判、泣き寝入りした、何に泣き寝入りした、何カジ君にこう脅されて結婚してると思ってんすか、3年間も、ね、毎日脅されていい夫婦演じろみたいな、なんか洗脳されてで子供を産まされてみたいな、いやいや進撃の巨人かい、そう進撃の巨人の話や、それは何を見とんと、今まであやんちの何を見とってファンやろとね、まだ3年前の結婚にあなこだ言うのは分かる、正直まだ分かるね、あのね30歳まで恋愛しませんとあやち言ってたのに30歳の誕生日に結婚しましたって、なんやそれみたいな、それは分かる、気持ちは分かる、私は言い終わったけどね、私は祝福したけど、まあ、そういう気持ちになるガチ恋オタクの気持ちは分かる、もう3年経ってんだよ、もうカジ君とあやちが結婚してね、ラブラブして3年経ってんだよ、もうええやろね、子供が生まれました、こんなめでたいことないよ、うん、それを裁判出てけとか裏切られましてにとか、なんなんそれ言わんかいね、いやまあ愛とな恨みというか憎しみはね表裏一体言うて言いますけれども、もうそのもう恨みがあるんやったらもう他界しなさい、ね、結婚しなさそうな、なんか声優押しといたらええやん、堀江とか田村とか押しといたらええやん、そっち行けよ、とりあえずファンならね、あやちのことが好きなら祝ってくださいということで、以上で動画は終わります、まあ引き延ばしてもあれなんでね終わりますけども、カジ君、あやち本当におめでとうございます、そしてお子さんが羨ましい、もう今からちょっと飛び降りて推しの子になりたいぐらい、ほんま羨ましいわ、絵本読んで歌だって家で朗読劇始まるんでしょ、最高やね、ということで終わります、では。